皆さんチアッスー、歴史が好きです、セルフカッス。今日はですね、ちょっとね、お酒飲んでお酒飲んでてね、特に予定はしてなかったんですけどね、まあ、ちょっとせっかくなんでねせっかくなんで、ちょっと今までずっと喋りたかったけど喋りたかったけど喋る機会がなかったジャン・ジャック・ルソーについてね、話ができたらいいなと思って、今回急遽パソコン立ち上げたわけですよ。まあ、ただね、私ね、いつもはちゃんと用意するんですよ何かを喋るときはね、ちゃんと何かしらメモを用意するんですけどね、今回マジで何も用意してない完全に勢いだけで乗り切ろうと思ってるんで、まあ、ちょっとだいぶグダグダになるのが予想されるんですけど、まあ、それでもいいという方はですね、ぜひこのまま見ていただけるといいんじゃないですかねジャン・ジャック・ルソーね、ジャン・ジャック・ルソーって誰かわかりますかね。ジャン・ジャック・ルソーっていうのはフランス革命の時に話したと思うんですけど、社会契約論っていう、まあ、有名な本を書いてね、でそれをもとに啓蒙思想っていうのが、まあ、フランスの国民にねどんどん広がるわけですよ。啓蒙思想って何かっていうと、まあ、すげえ簡単に言うと、今までみたいな絶対主義みたいなね、その王権神授説に伴う君主の在り方みたいなのをすごい否定してて、でそれで、みんな平等だよみたいな、そのみんな平等だから、そんな王様だから偉いとかそういうのじゃなくて、民主だからね偉くないとかね、だそういう社会やめようよっていうきっかけになる考え方だったんですよね。でそれをこう民衆に、ものすごく知らしめたうちの一人として挙げられるのがこのジャン・ジャック・ルソーなんですよ。ただね、ジャン・ジャック・ルソーってね、もうすごい立派なこと書いてるんですよ、その社会契約論。実はね、社会契約論は私も読もうとしたんですけど、ちょっとね難しすぎて難しすぎて、もう途中でねサジを投げたんですけど、だけどね、ほら今の時代便利だからね、ネットとかで調べると予約してくれてるサイトとかいっぱいあるから、そういうところを見るとなんかね、すごいやっぱいいこと書いてるんですよ。いいこと書いてんだけどいいこと書いてんだけどね、ジャン・ジャック・ルソーってね、もうすげえ変態なんですよ。変態でね、また波乱万丈な人生を生きててね、まあ、ちょっと紹介したい、本当にこの人は皆さんに。ということで、今回はね、ジャン・ジャック・ルソーについて話ができたら、まあ、飲みながらね、飲みながら、皆さんも飲みながら聞いてくれるといいんじゃないかなと思います。私も飲みながらやりますんで。ということで、ジャン・ジャック・ルソーなんですけど、ジャン・ジャック・ルソーってそのフランス革命のね、その元になったっていうか、フランス人かと思いきやですね、実は彼はジュネーブ出身なんですよ。でジュネーブって今で言うとスイスになると思うんですけど、だけど当時のジュネーブはまだスイスの一部とかではなくて、ジュネーブ共和国っていうね、まあ、一つの独立した国家だったんですよ。独立した国家って言っても、多分相当フランスの方のね影響を受けた国だと思うんですけど、だけどジュネーブ共和国だから、この時点でこの国にはね君主ってのはいなかったんですよ。まあ、貴族はいたんですけど、だけど民衆が政治に参加するっていう、そういう方針はね取られてた国で生まれたんですよね。まあ、それがね彼のその思想にも影響を与えたっていうふうにも言われてます。ジュネーブ共和国に生まれて、で彼はねどういう家系で生まれたかというと、お父さんがね時計職人かなんかしてたんですよ。だけどもともとねフランスのすげえ昔のフランスの何だったかな、フランスの貴族だったかな、忘れちゃったけど、だけどフランスに住んでたんですけど、だけどね彼はそのルソーの一家はプロテスタントだったんですよ。で当時ねそのフランスではユグノー派っていう、まあ、プロテスタントがいたんですけど、すごい弾圧されてるんですよね。だからその弾圧から逃げるためにフランスから飛び出て、それでジュネーブ共和国っていうのは逆にそのプロテスタントをねどんどん来ていいよっていう風に言った国だったんで、だからルソーの一家はねそこに行ったわけですよ。あ、ちなみにねルソーってねファーストネームじゃないんだ、ルソーってファミリーネームですよね。これね、何気に私が最初にした時ちょっと衝撃的だっただってルソーって言ってるからさ、だからルソーっていう名前なのかなって思ったらね、ルソーはね名字なんですよ。まあ、確かにね、ジャン・ジャック・ルソーとかジャンとかそっちの方が名前じゃないですか。まあだから別にいいんですけどそれはいいんですけど、とりあえずルソーっていうのはファミリーネームだと。でそのルソー一家はそれでフランスから逃げてジュネーブに移り住んだんですけど、それ時計職人っていうのは当時ね別になんつうんですかね、
最下民層、最下層とかそういう貧しい人間ではなくて、ある程度限られた人しかなれないようなそういうクラスの人だったんですよね。だからすごい貴族とかじゃなくて、金持ってる家ではないんですけど、だけど、決して貧乏ではないと、でそういう暮らしをしたんですよ。だけどね、ルソーにとってこのルソーっていうのはジャンジャックのね、そのルソーにとって不運だったのは、彼が生まれてすぐぐらいにね、お母さん死んじゃったんですよね。でお母さんが死んじゃって、それでお父さんの元でこう育てられるんですけど、まあ、だけどね、お父さんがね、ある時にね、なんかそのジュネーブ共和国の多分貴族だと思うんですけど、その貴族の偉い立場の人と喧嘩をしちゃって、でそれでね、そのジュネーブ共和国に入れられなくなっちゃったんですよ。でそれで急遽そこから逃げることになっちゃって、だけどもうね、それでね、ルソーもね、お父さんとバラバラになっちゃって、でお兄ちゃんも言ったんですけど、お兄ちゃんもバラバラになっちゃって、それで彼は、その時のいとこだったかな、いとこと一緒にね、フランスで逃げたんですよ。フランスに逃げたんだったかな忘れちゃったけど、とりあえず彼はね、その一気にお父さんの、お父さんのお金ももらえなくなっちゃってね、それで苦しい生活をすることになってしまったと。だけどその時に、どっかの牧師のところにね、預けられて、それでその牧師さんの家で住むんだけど、その牧師さんの家にはね、なんとね、意地汚い意地汚いのかな、意地汚くないかな、意地汚いけど性格の悪いね、牧師さんの妹がいて、この人は確か40代ぐらいだったんですけど、40代だけど結婚してなくてね、もうね、性格悪いんですよ。とりあえず性格悪くて、ですごいルソーをいじめられちゃうんですよね。だからね、もう彼のね、人生はそういう悲惨なとこから始まってるんですよ。もういきなり お母さんがもう死別しちゃうでしょ。でお父さんもね、こうせっかく時計職人で頑張ってたのに、だけども喧嘩しちゃったと、貴族と喧嘩しちゃって、もうしょうがないから逃げて、でそれで自分は、お父さんともね、お兄ちゃんとも離れ離れになっちゃってね、でそれで虐待を受けちゃうと、新しく住んだところでね、で虐待を受けてすごい悲しい人生を送るかと思いきやですね、この虐待を受けた時にルソーはね、マゾヒストにマゾの気持ちに目覚めちゃうんですよね。そのいじめられたことがきっかけにね、これがね、また人間って不思議だなって、この人のこの時まだだって10代でもないんじゃない、わかんないですけど、少年時代だと思うんですよ。少年時代のそういうこれから性的な好奇心みたいな、そういうのが培われるちょっと前に、やっぱそういう特殊な環境で育ってしまったせいで、まあ、彼はマゾっていうところに目覚めてしまったと。まあ、どういう感じで目覚めたんでしょうかね、まあ、これはちょっとわかんない。虐待されて、でも虐待されてるけどあんまり辛くない自分がいたとか、そんな感じだったんですかね、まあ、わかんないですけどね。まあそうやってね、牧師さんのところで、いじめられてマゾヒストになったルソーなんですけど、ルソーはね、その後やっぱジュネーブに戻って仕事をするんですよね。確かその時もむちゃくちゃ若いんですけど、だけど若いっていうかもう子供なんですけど、そういう職人さんのもとに弟子入りして、でまたいじめられちゃうん、そこでいじめられちゃって、考えてみてくださいよ。ね、自分がね、その中学校1年生とかさ、そのぐらいの時にものすごい怖い先輩にね、いじめられるとどうなるかっていうと、塞ぎ込んじゃうか、もしくは自分もそういう悪い方に行っちゃうでしょ。でルソーはね、悪い方に行ったんですよ。ルソーはこの時にもう辛い思いをしまくって、でも無気力になっちゃって、まあ、それがきっかけでね、彼は犯罪とかに手を染めるようになるんですよ。だからもう不良少年になるんですよ、ルソーは。不良少年になっちゃう、これね。不良少年になっちゃうんですけど、だけど実はそのルソーが昔、平和でね、楽しく過ごした時、その父親にはいろいろ厳しい読み書きとかを教えてもらって、ですね、読書が趣味だったんですよね、ルソー。でルソーはね、それでその読書だけは続けてたんですよ。ね、これがね、また彼のその後の人生を、なんていうんですかね、まあ、彼のパーソナリティを表してるわけですよね。まあ、すごい環境も悪くて不良少年になっちゃうんだけど、だけどそういう知的好奇心みたいなのをね、すごい彼は持ってたんですよね、昔からね。でルソーはこのあとね、またルソーの人生を大きく変える出来事が起こって、いじめられて嫌になったじゃないですか。だからそこの仕事場も逃げ出して、でそれで放浪の旅に出るんですよね。で放浪の旅に出た時に、どこだったかな、忘れちゃったけど、またね、どっかの牧師さんの面倒を見るんですよ。牧師さん、しかもその時カトリックの牧師さんだったかな、カトリックの、彼はルソーはだってもともとプロテスタントでしょ、プロテスタントだったからジュネーブに行ったわけじゃないですか。だけどカトリックの牧師さんによって助けられて、
それでカトリックの牧師さんの紹介でとある女性に出会うんですよ。でその女性は誰かというとバランス夫人っていう人なんですよね。まあ、バラン夫人とかヴィラン夫人とかも言われますけど、バランス夫人との出会いがね、この後ルソーの人生を大きく変えるんですよ。だけどこのバランス夫人と最初に会った時はルソーまだまだ若いから、確か何歳か分かんないけど、でも10代の前半ぐらいだと思うんですよね。10代の前半ぐらいで、それでバランス夫人はこの時まだ20代だと思うんですよ。でだけどね、ルソーこの時にそのバランス夫人と出会ってものすごいビビビビッと来てらしくて、でなんかねすごいことを残してるんですよ。すごいメッセージを残しててルソーがね、そのバランス夫人と会った時のその出来事、その心情みたいなのを残してるんですよ。その心情のをその心情その心情の、読み全然言葉が出てこないけど、その心情をね、書き綴ったものを見ると、バランス夫人と私は出会って、でそれで彼女のね、その綺麗な顔とかね、綺麗な目とかね、私は見逃さなかった。ここにいる若い回収者はそれを見逃さなかった。そしてその綺麗な胸の形も若い回収者は見逃さなかった。そんなこと書いてるんですよ。その若い回収者ってどういう意味かっていうとバランス夫人に出会ったことで私はそのバランス夫人の虜になってしまった、だから私はバランス夫人の宗教にはまってしまったっていう意味の回収者っていう意味と、あとその、さっきねカトリックの牧師にね世話になったって言ったじゃないですか。だからカトリックって素晴らしいっていうカトリックはこんなね綺麗な女性と出会わせてくれるんだから、もう私はプロテスタントなんか捨ててもうカトリックになっちゃうぜってことの、そういう意味の回収者って自分でそこでね、なんかもうやかましいわってことを書いてるんですよ。まあ、そういう感じでとりあえず、ルソーはねバランス夫人と出会ったと。だけどバランス夫人はね、まあこの時はバランス夫人っていうぐらいだから、ちゃんと結婚してる人がいるんですよ。結婚してる人がいるけど、だけどね彼女はその旦那さんとうまくいってなかったんですよね。でそれで、まあ、最初は別にルソーもバランス夫人も何もないんですよ。その別にバランス夫人の、紹介のもと、ルソーはその後また新しいところに行くわけですよね。新しいところに放浪するわけですけど、だけどそうやってねバランス夫人の紹介でね新しい職とかもついたんだけど、だけどルソーはねもうこれ不良少年だから、彼は不良少年だったから、だから結局ねあんまり仕事が長く続かないんですよね。だからねそれでどうしようもなくなっちゃったんで、またバランス夫人のところに戻るんですよ。でこの時にねもうバランス夫人ともういけない関係になってしまうんですよねルソーはね一応バランス夫人のこと結構年離れてるからママンって呼ん でバランス夫人はルソーのことは坊やって呼んで、だから一応なんかね義理の親子みたいな関係になるんですよ。まあ、ルソーもルソーでやっぱりお母ちゃんがね死別しちゃったから、だから母親の愛情知らないからね、そういうちょっと年上の女性に甘えたくなる気持ちはあったんでしょうね。だけどそのママンとか、坊やとかね言ってる関係のくせにねやっちゃうんですよ。愛人関係になっちゃうんですよ。でその愛人関係になった時にその時の心情もね書き残してるの、ルソーもうつまり彼の童貞をバランス夫人は奪ったわけですけど、その童貞を奪われた時の気持ちを残してるんですよ。そこがねまたすごい、なんか普通そんなことしないだろうっていうのはやっぱするんですよね。でその時はやっぱりルソーはねそのバランス夫人のことをお母さんだと思ってたから、だからなんか近親相関みたいなね感じがすると近親相関みたいな感じがするけど、またそれがいいみたいなことが書いてあるんですよね。もうやっぱねルソーはねマゾヒストだし、その近親相関のそういうフェチもあったし、で何よりね彼はそれに加えてねロス教だったんですよ。ロス教でその街の中でねもう自分のその裸を若い女性に見せることにすごい興奮を覚えてたわけですよ。そういう人なんですよルソーって。すごい社会規約論とか立派なこと書いてるんですけど、その割にはねやっぱこういう人間性っていうかものすごい特殊性癖を持ってる人なんですよね。そこがねまた私がルソーを気に入る、私がルソーの回収者になったわけなんですよ。そこがなんかやかましいですね。私もやかましい、私もやかましいわ。でバランス夫人と愛人生活、愛人関係をね続けたその生活をするわけですけど、だけどね、まあ、やっぱり
これじゃいけないってことでルソーは独り立ちするわけですよね。でね、その後にルソーはちょっと彼の人生がまたここで今まで何もいいことないじゃないですか、ルソー。だってね、自分は不良だし、で自分はその旦那持ちのね、バランス夫人っていう人とただの愛人生活をしてるし、自分は露出狂だし、マゾヒストだし、まあ、マゾヒストは別にいいですけど、まあ、露出狂だしね、犯罪者じゃないですか、ただのダメな犯罪者なんですけど、いやこの後にルソーがですね、その自分のまた人生をね、大きく変える出来事があって、まあ、実はね、彼は音楽が趣味だったんですよ。趣味っていうか音楽を、彼のね、その生計の一つとしてたんですよね。だけど彼は別に全然音楽の才能はそんなになかったからね、だからアルバイトみたいな感じで多分全然お金は稼げてなかったんでしょうけど、その音楽活動で彼は最初は立派になりたいと思ってたんですよ。でこれルソートリビアなんですけど、童謡の結んで開いてってあるじゃないですか、あれ実はねルソー作曲なんですよ。これすごいっすよね。これ知らないっすよね、きっとね。その音楽で全然芽が出なかったって言っても、日本人は多分おそらくみんな知ってる結んで開いてをね、ルソー作ってるんですよ。すごいじゃんルソーね。結んで開いてって結んで開いてどんな曲だっけ。あ、ちょっと待ってくださいね。ほらこれいいでしょこれいいっすよね。ということで、これで一緒に遊ぼう。うせえな。あ、これか。結んで開いてでしょ。これだっけ。これ違くない？これ違うよね。これキラキラ星だよね。これモーツァルトだよね。結んで開いて。なんかこれモーツァルトだよね。これモーツァルトだよね。結んで開いてってなんだっけ。これか。まあこれをね、ルソーは作ったわけですよ。ということでルソーはね、ルソーで偉大な作曲家ではあったんですけど、ルソーは、確かにその音楽の何かしらの発表するためにね、学会デビューするんですよ。その論文みたいに書いたんですよね、その音楽に関してのね。でそれで、若干こう知られるようにって名前が。でその後に、結局この後何もその音楽に関してはいいことないんですけど、でそれでその学会デビューをして、その時のね、なんとかアカデミーみたいなのが出したやつでね、学問と芸術っていうのは人をダメにさせたかみたいな、人をダメにさせたかどうかを論じなさいみたいなね、まあ、そういう一般公募の論文があって、それに応募したんですよね彼は。それで彼はその音楽が好きだったんだけど、彼のその意見としては音楽とかね、そういう文化的なものは結局人間をダメにしたっていう結論でそういうことを書いてて、でこれがね結構受けたんですよ。それでね、彼はそういう論文を書くようになるんですよ、これからどんどんね。彼はね、ちっちゃい頃からその時計職人の父親に養われている時から、それ本だけはね、やったらずっと読んでたからね、やっぱ地頭いいんですよ。だそういう論文を書く力あったんですよね。でその後に彼のまた人生を大きく変える論文を書いて、それは何かというと人間不平等起源論っていうのを書いたんですよ。これはね、すごい革新的だった。アカデミーが同じ、多分同じアカデミーだと思うんですけど、同じアカデミーが今度は人間は不平等であると、その王様とかね、農民とかね、聖職者とかね、その不平等の起源はそもそも何であって、でそれは自然法によって容認されるかどうかみたいなことを聞いたんですよね。自然法によって容認されるかっていうのは、つまり自然的な成り立ちでそういう不平等が発生したのかどうかみたいな、多分そうだと思うんですけど、それに関してもルソーはね、書くわけですよ。そのルソーの意見は何かというと、本来人間っていうのは、みんな平等であったはずだと、その自然状態においてね。だけど今はもういろんなせいでね、いろんなせいで不平等が起きてると。でそれはやっぱりもう自然的なもんじゃないから、そういう自然的なもんじゃない不平等っていうのは正されるべきであるってこと書いたんですよ。これがね、すごい受けた、本当にみんなに。てかそもそもね、
私アカデミーがねそういう論文を募集する時点でびっくりしたんですけど、だってねこの時絶対君主でしょ、絶対君主制の時にそもそもそんな人々が自由にね不平等を、論じることが許可されてたっていうのがね、私はまずそれにびっくりした。でそれで、ルソーはそういう不平等は直されるべきであるみたいなねことを書いて、でそれで一躍有名になるんですよ。まあ、結局その多分おそらく同じ考えのもとね、その延長線上でこの後社会契約論っていう本が書かれたり、あとエミールっていう本が書かれたりね。エミールっていうのは子供をね、そのパリみたいなその腐り切って社会じゃなくて、すごい自然で育てたら、いい子供にいい子供に育つと、そんな今のね腐り切った腐敗された世の中のダメな大人とかじゃなくて、ちゃんとしたいい子供に育つっていう、そういうことを書いてるんですけど、実はちょっと言ってなかったですけど、ルソーってね、バランス夫人とその愛人関係もあったんですけど、このあとちゃんと彼は彼でね、結婚じゃなくて、事実上の奥さんみたいな人とちゃんと出会うんですよ。その人をテレーズと言うんですけど、ルソーがねその時に住んでたところのホテルの女中かなんかで、その人とそういう関係を持つと。でね、それで子供を作るんですよね、そのテレーズと。結婚してないけど5人ぐらい確か産むんですけど、だけどね、彼はね、さっき最初に言ったみたいにずっと貧乏だから、基本的にだからね、彼はその子供5人もね育てられないわけですよ。だから彼は5人産んだけど、だけどその5人をね孤児院に送るんですよね。でそうやって孤児院に送ったんだけど、だけどそういうテレーズとかね、わけわかんない本が書いてるじゃないですか、子供を育てたらどの子のみたいなこと書いてるから、だからそれがね、ボルテールとかにねこう批判されるんですよね、むちゃくちゃ。ルソー自身もそこはねものすごい後で後悔したらしい、自分は何してんだみたいなことはね確かに思ったらしいんですけど、そういうエピソードもあると。とりあえずその社会契約論もエミールも当時の、本来あるべき社会をものすごい批判したわけですよね、結果的にね。でしかもエミールの方にはね、確かね当時の世の中にとってはねものすごい、なんていうんですかね、反逆的なことが書いてあって、それ何かというと理心論的な内容が書いてあったんですよ。理心論っていうのは宇宙みたいなね、そういう本当にそのやばいものを作った神は多分いるけど、だけどその後に神様っていうのはわざわざね地球の人間の中に干渉してこないと。だからつまりキリスト教とかそのイスラム教とか分かんないですけど、神はあくまで宇宙とかそういうのを作っただけであって、その後作られた宗教は偽物であるみたいな、そんなことをねエミールに多分書いたんですよ。そういうことをほのめかすようなことを書いたんですよ。これはね良くない、本当に当時のその異星者にとってね、でキリスト教の批判みたいなのもしてるわけですから、これによってキリスト教っていうのは絶対だったし、その西洋がね、その時にはね、だそれによってその王様とかもう教会とかはねものすごい大反発食らうわけですよ。でものすごい大反発を食らって彼はお尋ね者になっちゃうんですよね。これでもうフランスにも入れないし、ジュネーブにももちろん入れないし、それでもういろんな場所をね転々とするんですよ。転々とするんですけど、でその中で彼のことを助けてくれる人とかもいるんですけど、でそういう人ともね結局仲違いとかもしちゃって、やっぱねものすごいいろんな人から批判もされたし、もうそもそも自分はお尋ね者だしね、どんどん人間不信になっちゃうんですよ彼は。でしかも彼はね結構病気持ちでね、もともと体が強くないっていうのもあるし、そのバランス夫人と過ごした時にもね、バランス夫人一回別れてまた再会したとかそういうのを繰り返すんですけど、バランス夫人と一回暮らした時に、ね、なんかねバランス夫人がなんか薬作っててってよくわかんないですけど、その薬作ってて、でそれでその時にね間違ってねルソーがねその薬をなんかかかっちゃったかなんか事故が起きてね、またそれで変なね後遺症みたいなのを持つことになっちゃうんですよね。というわけで彼はねあんまり体が強くなくて、一回ねその彼の音楽活動の中でね、ルイ15世にね気に入られたのがあって、それでルイ15世にちょっと王宮来てそれで弾いてよみたいなことをね言われたことがあったんですけど、ルソーはね頻尿持ちでね頻尿持ちでちょっとおしっこ漏らしちゃうのが怖かったから、それ断ったりもしたんですよね。でそれがねまたいろんな人の反感を食らうわけですよ。お前ルイ15世様が言ってんのに何言ってんだお前っつって、そんなおしっことか言ってんじゃねえよっつって、それでいろんなやっぱね敵を多く作るんですよ。彼はねあんまり人に愛された感じではなかったと思う。その、ね、民衆によって支持はされてましたよ。民衆は彼のその考え方の斬新で素晴らしい社会契約論の、ね、考え方をね
支持して、それで彼が放浪してる最中もやっぱり一般民衆はね、その彼がルソーが来たって言ってちょっとわーってなって、それで、まあ、サインくれみたいなね、サインくれって言ってるか分かんないですけど、そんな状態になったわけなんですけど、彼と親交があった人たちはね、やっぱり最終的にはね、もうことごとく彼と仲違いしてるんですよね。それがね、また彼の悲しい人生を表してる気がするね。まあ、最終的にさっき言ったテレーズとは結婚して、でそれで夫婦の関係になりましたけど、ね、子供はね個人に渡して、それでね、本人もそれによってすごい後悔もするわけだし、でバランス夫人ともね最終的には、まあ、あんまりいい別れ方はしなかったし、バランス夫人がね結局もっと若い男とね男を連れ込んで、それでもういいよみたいな感じになっちゃったし、まあね、あとは何だろうね、結構仲良くなったその哲学 の、まあ、その思想家みたいな友達ともねやっぱり仲違いしちゃうし、彼はねフランス革命の要因になるものすごい偉大なことをしたんだけど、彼の生きてる最中はね全然それはやっぱり何て言うんですかね、評価されずっていうか、もう迫害を受けるぐらいですからね、その評価もされないし、それによってお金持ちになることもないし、まあだけど彼のそういう思想のおかげでですね、民衆はついに立ち上がって、それでフランス革命を成し遂げて、その思想っていうのは各国の欧州に波及されてですね、どんどん各国は近代化の道に進んでいくってわけですよ。まあその当時はね、別にルソーだけじゃなくて、そういう啓蒙思想家みたいなのはいっぱいいたわけですけど、だからね別にルソーがいなくても結局そういう近代化への道はね進んでたの間違いないですけど、結局ルソーがいなかった、それがね遅れてた可能性はありますよね。50年100年も、まあ、もし遅れるとね、つまりそれは何ですかね、近代化が50年100年遅れると、それはどんどんいろんなものに波及的にね、他の今まで起きたことが50年100年遅れるわけなんで、だから今の世の中がまさに50年前100年前のそういう文化だった可能性もなきにしもあらずってことなんですよ。だから彼の考えたことって結局ものすごい影響力があって、それで有意義な、人類にとって有意義なものだと私は思うんですよね。であとはその彼のルソーの思想力っていうかね、すごいなと思う本当に。ね、彼はちゃんとした教育受けてないんですよ。ちゃんとした教育受けてないんだけど、本をね小さい時からすごい読んだりとか、あとは自発的にその昔の偉人の人のね本を読んでそれで勉強するとかね、そういうのを、したことによって、こういう社会契約論みたいなね、人々を大きく動かすような思想を自分が生み出して、それで発信してるわけですよ。でそのね彼の思想っていうのはこの後カントに対してもねものすごい影響を与えてて、カントっていうのはまた有名な哲学者ですよね。カント何書いたっけカントは何書いたんだっけな、なんだっけ、純粋理性批判、そう純粋理性批判とか書いてる。まあ私ね大学受験の時にね、なぜかね倫理を選択したんですよ。センター利用かなんかでね、社会科目が2つ必要な大学があって、それで世界史ともう一つ選ばなきゃいかんと。それで日本史か地理かって考えた時に、まあ、日本史はもう今更1つから1からやるのは無理だと思って、で地理は私は地理のね能力全然ないから、だから残るは倫理だと。倫理は結構世界史と絡む話が多いから、それ倫理やってたんで、それで倫理にしたんですけど、その時にカントってね結構有名な人なんですよね。カントのその時 の、 その純粋理性批判っていうのが有名だと。それでね、まさに17、18ぐらいの時に純粋理性批判を読もうとして、1ページ目か2ページ目で諦めるっていう社会契約論はねもうちょっと読めたんですけど、でも純粋理性批判は本当に読めなかった。まあ、そのぐらいカントは頭いい人なんですけど、まあ、彼はその大学の教授かなんかでね、だから全然その教育レベルで言うともうルソーよりもすごい人なんですよ。だけどそのカントはそのルソーの本を読むまでうぬぼれてたんですよ。彼は自分でものすごく頭いいと思ったのが、カントがそのルソーの本を読んだことで、ルソーに感謝をしたと。そのルソーのエミールを読んで、自分がね優越感を持ってたけど、だけどその優越感はもう消え失せてしまったと。こんなに素晴らしい、こんなに自分が思いつかないようなことを考えるやつが他にいるんだと、世の中に。それがルソーだったわけですよ。もうそのぐらい彼の思想っていうのはもう理路整然としたし、でそれが、一般民衆にも伝わるぐらい、その当時のね世の中に対する不満というか、その矛盾というか、それに投げかけるメッセージ性みたいなものすごかったんでしょうね。まあ、私はやっぱりその当時の人間ではないので、彼のその凄さっていうのはその当時の人間ほど分かることはできないんですけども、まあ、だけど
でその絶対君主制王権神授説みたいなのが当たり前だった世の中で、まあ、それに対して疑問を投げるっていうのは当時としてはすごいことだったんでしょうね。まあ、ということで、かなり自分で喋ってて分かりますけど、かなりグダグダでしたけど、まあこれによってね、ルソーに興味を少しでも持っていただいた方はですね、ぜひ社会契約論という本をね、せめて社会契約論から読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、私は別に社会契約論読んでないんで、まあ、何も言えないですけど、まあ、だけど、ぜひ啓蒙思想に触れましょうということで、今回は以上です。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。